はい、こんにちは、村岡正則です。今日はですね、今オマーンに来てるんですけど、 GT フィッシングの最中ですね。今日は午後半日休暇をもらってて、船でのんびりしてたんですが、まあ、この船ね、まあ、相当でかいんですよ。こんな感じで80フィートぐらいある船だと思うんですけど、停泊して2日ほど経ちました。でね、そうするとやっぱこうやってするかな、海中にね、すごいベイトが7センチぐらいですかね、イワシが。もう船のね、陰にがっつり溜まってて、これはなんか釣れんじゃないのって思ってですね、釣りしていいかって言ったらどうぞって言うんで、急遽、まあ、そんな感じでね、早速釣ってみようと思います。よいしょ。一応アピアのナバル S68ML と、何かで買った、釣り屋さんで買った1000ほどのグラスの 4.4 フィートの竿、この辺でやってみようと思いました。バックルはちょっと GT 用のばっかりだから、なんかあんだろうってことで、まあこの辺ですかねっていうわけじゃないな。この辺ですかね。あ、このワームもいいかもね。ちょっとテスト中のワームがあるんで、これとか、この辺を投げてみようかと。まずはブローン行ってみますかね。ブローンの 80S。このイワシの動き方はね、近くにフィッシュイーターがいる動きだと思うんですよね。何かしらいるんじゃないかな。あの、警戒して群れの他の個体よりも有利な位置にいたいっていうね、動き方をしてるんですよね。あ、2種類いるんだな。3、4センチのと7センチぐらいの。うわ、すげえ、いっぱい逃げてきた。さあ、 P は 1.5 ですね。ちょっと太いけど、まあ、海外なんでね、どんな魚が来るか分かんないから、ちょっと太めで。おい、おっと、1メーター。おお、ちょっと待って。ちょっと待って。おっ、マジか。やっば、楽しい。どうでしたね。1投1秒。すげえな、お前。あ、仲間がいる、仲間がいる。これは入れるかもしれない。いや、取ったよ。どうやって取ろうかな。一回どっか行ってこい。よいしょ。ペンチか。ペンチで取るか。よし。もう一回。おお、元気元気。ちょっとオフィシャー用のペンチでランディングを試みたいと思います。スマーゲットゲット。スマーゲット。何キロぐらいあるかな。なかなかですね。よかった、フックリムーバーを持ってきてた。ペンチ使ったら外せないじゃん。入れしたいんで早めにゲットです。お、あら、入った。おー、すげえ、いきなり。やば、やばいやば。わあ、何今のライズじゃない？なんかもっとでかそうな。そんな甘いもんじゃないね。びっくりしたな、いきなり1投目。何事かと思った。すごい。この草、木がない。岩と砂の。苔みたいな植物はちょっと見えますけどね。熱い。1投目の奇跡でしたね。そんな甘いもんではなさそう。すごい小魚。船の下はね、シェードなるからね、光になるから隠れやすいですよね。今のスマガツオが周りを泳いでるんでしょうね。それでね、こういう非常に警戒した、なんていうかな、一番最後尾とか群れの端っこにはいたくないっていうイワシの動きですね。うわー、他にもいるんだ、ベイト。もう一つなんか味っぽい梅色もどきのちっちゃい幼魚みたいなのがいますね。簡単ではない。なんでさっきあっちにピュッて投げただけで釣れたんだろう。リリースしたから仲間連れて逃げるとか、あんまりリリースすると他の魚連れて沈む説、まあ場所によりけりだけど、あんま信じてない派ですけど、ここでカツオでどうなんだろうな、当てはまんのかな。お、ライズした、ライズした。あ、シャルダス、これはいいんじゃないですか。はい、シャルダス20です。これはいいでしょ、ベイトサイズにブレードがぴったり。ん？なんか今右下にいたぞ。ああ、いたいたいた。おお、持ってきたけど、あ、残念。これ
ちょっとでかいかな、ベイトに比べて。まだカツオ回してます。今回ね、生まれて初めて中東に来たんですね。ヨーロッパなんかもう何回行ったかな、15、6回行ってるんですけど、中東の地域初めて来て、まあ、今回ラマダン真っ最中ってことで、ちょっとねこう食生活とかも合わせてというか影響を受けて、日中ね断食断水なので、まあ僕らは食べられるんですけど、なんか最低限って感じで、シンプルな食事で規則正しくイスラムの方と船旅をしながら、船がね30フィート34フィートぐらいの船が3隻あって、あそこに3人か2人ずつ乗ってクリアムリア諸島地で、島が5個か6個あります。そのね島々の背回りのね GT を狙いに行ってます。で午前出て昼帰ってしてお昼ご飯食べて、また午後出てという感じで、で今日から後半戦初日なんですけど、前半戦3日目間で、まあ、自分 GT3 キャッチでちょっと期待してたよりは全然ね結果出てないんですけど、まあ、結果出そうと思って無理にすごい頑張った結果、まあ年のせいにはしたくないんですけど、年のせいにしたい、もうとんでもない疲労の蓄積で、午前中にあこれ以上やるとちょっと明日以降が無理かもと思って、ちょっと今日の午後は休むと宣言して、私一人だけ船に取り残されております。で今頃フィッシュマンのね赤塚さんとかどこかの背で GT を狙ってんだと思うんですけど、でまあさっきまで昼寝してたんですけどね、まあ、ちょっとここは釣りするでしょっていう感じで、で今回あの4月のね中旬なんですけど、イースター休暇真っ最中なんですよね欧米が。でイースター休暇というと、まあ、日本でいうゴールデンウィークみたいだとは聞いたことあったんですけど、まあ本当で今回欧米からもいろんな人が来てるんですけど、この船の中にみんなイースター休暇で10日間とかね2週間とかの休みを取って釣り旅に来てると言っておりました。で奥さんとか大丈夫なんですかって言ったら、みんな日本人と同じ苦笑いをしてました。いいですね、久々の海岸ね、まあ、こんな景色なかなかないですからね、こういう景色の中で釣りして、今ここでね釣りしてると、あ午後も行けばよかったかなってくらい元気なんですけど、まあやっぱり GT タックルっていうのはハードですよね。本当に簡単ではないハードなタックルなんで、いざ投げ出すとあっという間に、疲労が溜まった状態ではしんどいですね。そう思いました。ラザミンいいんじゃね、ライズしてますからね。ラザミン90ブルブルカラーですね。トップべきで、これ夕間詰めなんかすごいボイルしそうだけど、夕間詰めは多分船帰ってしまって、いきなり出た。なんかもっとでかいのがいるよ多分、あの3キロぐらいのカツオじゃ、てかこのタックルじゃ取れなさそうな、えこのイワシに出てんだね、トップじゃなさそうですね。水中にいるイワシを追って出て水面に逃げたとこを取ってる、この船の下についてるのかな。すんごい音でした。魚だったら10キロぐらい、カツオですからねスピードが大事かもね。うん、マム新編熱い、汗だく、気温32度ぐらい、風無風。はい、ジャルは買います。トレーシーですね、15g。 そうだよね、水深がどれぐらいかまだわからない、ちょっと水深を2でしょう、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、13メーター。まずまずですね、砂でしたね。何だったのさっきの1投目のヒットは、超イージーかと思ったら、その後めちゃくちゃセレクティブですね。熱い、風が欲しい。船の横は風吹いてるんですけどね、カツオ目がいいですからね、そんな簡単には食わないよな。なんでいきなり食ったんだろうな。ちょうど背高い個体の進行方向にたまたま落ちたんですかね。一頭です、あ、まあファイトしたからな。いや、そんな釣れるかな。揺れる、涼しいけど揺れて気持ち悪い、このフロート材と暑いけど揺れない船の上とどっちがいいか悩みながら往復しております。ちょっと中層から底の方を引いてみましょう。一回ボトム取って、巻くと浮いてきちゃうんで何度か取り直して、と
撮り直すときはテンションフォールしてた方がラインがどんどん水中に入ってくるんで引き上がりづらくなりますから、それのリフトアンドフォールですね。光側がいいかもしれないね。ヒットしました。ちょっと今 GoPro が熱で止まってしまって、何これ何これ、フグ、何こいつ、熱で GoPro が止まっちゃったんで止めたままホルテンのタングステンジグにブレードつけたものをなりしたんですが、まあ、10頭ほどして、怖いこの音、いきなり本気、びっくりした。こいつが出てたから、でっか、いやこれなんかいきなり走ったら竿引きずり込まれそう、サバフグみたいな、おまんこすごいわ、軽く投げて元の通ってゆっくり回したらやつが食ってきましたね。あれが出たなら分かることでしたね、さっきの船べりのボハーっていうライゾンは、こんなのがいるんでしょうね。まあ日本もいますけどね、昔式根島ってこう東京の沖に伊豆七島ってあって、そこの一つの島でね、小学生の時堤防を釣りしてたら下にあれぐらいのフグが見えたんですよね。堤防の下のなんか隙間を出入りしてて、でちょうど投げ釣り仕掛けの釣りをしてたんで、そのままこう当然子供だから足元にセットしてみるじゃないですか。そしたら出てきたフグがイソメをパクって食ってゴンって穴の中突っ込んでプチッと切れて、あっって感じで終わった。近鉄野球キャップをかぶった12歳ぐらいの私の思い出です。いや最高だなこれ。なんかね泳いじゃダメらしくて、なんつってたっけな、この島の周りは泳いじゃダメだと。でなんか昔この辺で大きな船が沈没したらしいんですよね。でそれ以来ダメってなるんで、まあ幽霊が出るからとか、なんか泳いだからそうなったとか、ちょっとそこまでは理解できなかったんですけど、とりあえずここでは絶対泳いじゃダメだって言ってましたね船長は。で理由がこの島の近くで大きな船が沈んだからだって。まあ本当にねアラビア海のオマーンって国はあのオマーン湾から出てきたね、こうアフリカとアジアの、まあまだアフリカで西アジアですね、アジアの西の端の方にある国ですけど、まあ、そこから出てきた先にさらにこう諸島があるんですよね、島々が。それがクリアムリア諸島っつって、まあ GT の宝庫です。でもまあ最近はそんなでもないっていう噂も聞いてて、それこそあの GT の先駆者の茂木さんとかそういう人たちは11年前ぐらいにもこのフィールド来て1日で50キロオーバーを柔軟キャッチだったかな、そんな記録出してますからね。だからその時が要はオマーンすげえぞって言われてた頃 で、まあ、そこからガイドサービスとかルートが発達して世界中からね多くの人が来れるようになるんですけど、まあその頃にはそんなでもなくなるっていうね、まあ、GT フィッシングはあのバーレが激しいので世界中でそれを繰り返してて、まあ、今じゃもう本当に地球の端っこまで行かないとそんなねパラダイスはないんですけど、まあ、それでもね人間の釣り人の欲求はとどまることを知りませんので、そこまでねかけていくと。でまあちょっと落ち着いちゃったフィールドはそこそこしか釣れないんですけど、まあ、日本のフィールドもそうですね。それでも絶対釣れないわけじゃなくて、どうも擦れてるだけ、だから全滅しちゃうとか、まあ基本リリースなんで、まあ、ちょっとねこの日本以外の地域の GT の釣りの後のリリースは生存確率としてどうかなってちょっと何とも言えないなって思うところもありますが、リリースの仕方が悪いんで、とはいえまあ全滅ってことはなくて覚えてるんですよね。で GT って多分50キロまでに20年とか生きると思うんで、要は日本が失われた20年とか30年って言ってる、今20歳のね今年成人式迎えた20歳の子たちが生まれた時にメッキだった連中ですから、まあ、それまでに来たねたくさんのルアーを覚えてるってことですよね。20年前のルアーから知ってるわけで、だからルアー開発してたらそういうとこもね見据えて
いやこんなアクション見たことないだろうってね作ったりしたのがガチだとかスネコンで、でまあスネコンは今回すごかったです。聞きました。やっぱ興味持ったアングラーが昨日ぐらいから初日2日目は見向きもされなかったんですけど、僕らがかけるんでちょっとどんなんだっつって今日持ってってくれた人がいたんだけども、早速釣ってくれたり、昨日かな、昨日の夕方やっぱ一通りやったけどダメで、そういえばスネコンがいいって言ってたなっつって持ってた人が投げたらいきなり4頭で4バイト出たとか、そういう嬉しい話をね、ハンガリーの人でしたけどその人は興奮して教えてくれて、なんか嬉しいですよね。自分が一生懸命考えてね、まあ日本のフィールドに、まあ、通い込んだってほど GT ってこう通い込むって言い切れない、年 4、5回、最盛期6回7回の遠征をしながら2ヶ月1回は GT フィールド行って投げて持ち帰って解決したり改善したりしてまた投げてってね、プロと作り込んでったんですけど、その回がねこうやってあったなっていうすごい思える、まあ、その集大成にしたいなと思ってたんで今回のオマーンの旅を。自分自身もなんかもうぶっちぎりのねなんか自己記録みたいなのを取りたいなと思ってたんですけど、まあ、今年ちょっといろんな事業始めたりするんで釣りの方がねどうしてもウェイト多少減るだろうなと思ってて、そう思うとちょっと GT とかも回数減るのは間違いないですから、まあ5月も6月も予定あるんですけど、まあ、減ってくのかなと思うとなんか終わりを意識してるって言いますかね、今回が最後かもしれないなっていう。で特にここのオマーンに関してはおっと当たった、なんだ、最後かなと思って一頭一頭やってます。なんだ今の、やっと涼しくなった。これ回ってんの？あ、回ってる。回ってないで喋ってたら俺すげえバカみたいだった。じゃあ俺はカツオを釣ろうと思って頑張ってたんだ。まあ、喋るとなるとねちょっとデッドスローの方が向いてるんで、シーバスいいんですよね、あの自撮り調合ってこう喋りながら何も考えずゆっくり巻けるんで喋れるんですよね。でも速いアクションとかってやっぱ喋ってられないから。おっと当たった。なんだ、ゆっくり巻く、フグかな、なんでしょう。あ、さっき当たった方向、血だらけになった、傷ついたイワシが1匹、これ食い割れますよ多分。その横を絶対見てるはずなんだよな、このイワシは。どこかからイワシのそばをアップダウンで、あ、イワシ食われた、すげえ。カツオがカットに行きました。おお、え、今映ったんじゃない、このちっちゃいの食ってんだ、シラス。どこで、よくブルーに食ったな。うわがりません。お、リーダー傷ついてる。これはシーライドミニでしたね、持ってきたらよかっただろうな。シーライドミニは絶対よかったと思う。うわ、ブロインな感じだな。ちょっとやっぱ3、4センチのイワシ食ってますからね。シーライド3グラムとか6グラムぐらいで、それであのカツをかけたら激アツだね。はい、ブロインの80ヒットルアンに戻します。お、あと10分で船が帰ってくる。じゃあラスト、ただ巻きで食ったもんな。こう投げてピーラインを濡らそうと思ったんですよね。でこんな感じで巻いてたらいきなりゴチェーンってきて、すげえことになると思ったけどそんなでもなかった。はい、じゃあ続いてメタシャ、メタルシャルダスです。 25g、 これもフグの餌食になりそうだけどな。キャッチ、ああ、I caught one bonita。 one bonita? Yeah. Big one? About 3kg。あとワンフグ、フグ知らない英語、ワンフグ何て言ったっけ、すぐ出ない。もうコロナで本当に英語を忘れてしまいました。もともとそんなでもなかったのにさらにひどくなった。でもなんとかなります、旅ってね。自分英語苦手なんでって言って海外行かない人いっぱいいるんだけど、多分ね自分より英語力ある人がみんな言うんですよ。それぐらい自分ないんで、度胸と行動力と、なんかコミュニケーション、顔見りゃ分かりますからね、喜怒怒ってる、焦ってる、悲しんでる、困ってる、それは人間共通なんでどうにかなります。あ、ボート帰ってきたかな。じゃあ終わりたいと思います。こんな感じのオマーンよりお届けしました。楽しいですね。オマーンは湿度がすごい低いので、こうやって洗ってザバザバってして箱の中入れたまんま蓋開けといたら2時間後にはカラッカラですね。早くしないと怒られる。怒らないけど迷惑かかる。